おはようございます。9月6日9時44分モーニングショットをお届けしたいと思います。まず本日の売買方針でございますが、ドル円は引きつけて、売りから109円の90、100等円ちょうどで、売りからストップは100等円の20において、買い戻し109円の6050でイメージをしました。ユーロドルは 1.186555 で押し目買いから 1.1840 でストップ、 1.1895、 1.1905 で利食いを。ユーロ円は130円の2515で買いから129の95でストップ、130円の6575で利食いを。ポンド円は151円9080で買いから151の60にストップ、152の3545で利食い。タイドルは 1.383525 で買い、 1.38 ちょうどでストップ、 1.388090 で利食いを。オージー円は81円の5040で買いから81の15でストップ、82のちょうど10で利食い。タイドルは 0.742515 で買い、 0.74 ちょうどでストップ、 0.748090 で利食い。ニュージー円は78円2515で買いから77の95でストップ、78の7585で利食いを。タイドルは 0.712010 で買い、 0.7085 でストップ、0.718090 でリグのイメージを作りました。先週金曜日の雇用統計、110円が非常に重たく感じられて、といって下109円の59から下がりません。非常に狭いレンジの中での動きでございましたが、やはり内容を考えるとやはりドル売りから入ってみようかということで、ドル円は売り、ユーロドルは押し目買いで、それと多通貨ドルが結構堅調に見えたので、クロス円は、押し目の買いから入ってみようかと、そんなようなイメージを作りました。今日はニューヨークはお休みということもございまして、欧州時間も比較的、狭い値動きで終始するかなという気がしております。そういった意味では、あまりですね、無理なトレードをしないように、心がけてみたいなというふうに考えております。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショット、これで終了です。